はい。では、今日のメッセージのタイトルを確認しましょう。コリントビトへの手紙第1、13回目ですね。結婚に関する教え、その2、副題、結婚に関する基本原則、基本原則について学びましょう。7の17から24ですね。では、朗読お願いします。コリントビトへの手紙第1、第13回。 結婚に関する教え、その2、結婚に関する基本原則、コリント人への手紙、第1、7章、17節から24節。ただ、それぞれ主からいただいた文に応じて、また、それぞれ神から召されたときのままの状態で歩むべきです。私はすべての教会にそのように命じています。召されたとき、 活霊を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また、召された時、活霊を受けていなかったのなら、活霊を受けてはいけません。活霊は取るに足りないこと、無活霊も取るに足りないことです。重要なのは、神の命令を守ることです。それぞれ自分が召された時の状態に留まっていなさい。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、 そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたらよいでしょう。主にあって召された奴隷は、主に属する自由人であり、同じように自由人も、召されたものは、キリストに属する奴隷だからです。あなた方は、代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で、 神の御前にいなさいはい、ではもう一度タイトルを確認しましょう今日のタイトルコリントビテユネ手紙第1、13回結婚に関する教え、その2副題、結婚に関する基本原則7章17から24この箇所から学びたいと思いますではいつものようにはじめにというところで文脈の確認から入りたいと思います 第一コリントがどのような流れでここまで来ているかですねまずこの手紙のイントロダクションがありました最初の9節ですそしてパウロが最初に取り上げた問題が教会内の分裂1章10節から4章21節まで最初の4章が分裂という問題がテーマでした続けてパウロが取り上げたのが 教会内の無秩序5章6章2章にわたってこのテーマを取り上げました特に罪を犯している人をそのまま放置している状態がいかに危険かということがここで教えられましたそして4番目教会からの質問これが7章から16章ですね7章に入るとパウロの答えてる書いてる内容が少し変わりますそれは 教会からコリント教会から送られてきた質問を取り上げて一つ一つそれに答えていくというのがこの7章以降の内容ですねつまりコリント人への手紙7章から最後まで教会からの質問に対する答えなんですその内容ですが最初に出てくる質問が結婚に関するもので 結婚に関する教えが7章の1節から40節に出てきます。これは聖書の中で結婚というテーマだけを取り上げて論じている箇所としては、この箇所が一番情報量が多いです。結婚に関する教えで、それが3つに区分可能なんです。1番目が既婚者への助言。1から16節これ終わりました。2番、結婚に関する基本原則。 17から24節これが今日取り上げている内容ですそして次回取り上げるのが未婚の者たちへの条件25節から40節ですね今日は結婚に関する基本原則について取り上げたいと思いますさあ内容に入る前に注目すべき点を押さえておきましょう何に注目したらいいのかパウロは 前の手紙でいくつかの指示を出したつまりコリントビという手紙第一の前に書かれた手紙があったわけですね。その手紙の中でパウロはコリントの信者たちにいくつかの指示を出したわけです。そこでコリントの信者たちはそれに関する質問を書いてきた。いくつかの指示を出したそれに対する質問を書いてきたわけですね。 でこれは根底にはパウロの教えに対する反発心があるまあ反抗したいような思いもあるわけですねそういう精神状態の中で質問が送られてきているということを押さえておきましょうだからパウロは質問書くの二乗に非常に知恵を尽くして正しく導けるように注意深く書いているわけです3番目パウロは 何々についてギリシャ語ではペリデ「ペリーで」「ペリーで」という用語を用いて書く質問に答えていきます。ですからこれ以降この手紙を読んでいくときに「何々について」っていうのが出てきたらこれは新しいテーマに移行したんだっていうことが分かりますね。サブタイトルのようなものです。「何々について」これが3番目。4番目さっき確認したように「 7章章から16章は各質問に対する回答である。ですからここでは「何々について」という言い方が連続して出てきます。そして5番目その最初が結婚に関する教えなんですね。だから結婚に関する教えはこれから出てくるたくさんの質問のトップバッターになっているということです。じゃあ今日のアウトラインを見てみましょう。今日は、 結婚に関する教えの二番目のポイント、結婚に関する基本原則ですね。四つの区分でお話をしたいと思っています。一番目、信者への警告十七節。二番、割礼があるか、無割礼か。十八から二十節。三番、奴隷か、自由人か。二十一節から二十三節。四番目、総まとめですね。まとめ二十四節。この四区分でお話をしたいと思っています。 そして今日の結論着地点です。聖書は奴隷制を容認しているのかよくこの質問が出てきますね聖書は奴隷制を認めているとんでもないという言い方をする人がいますが本当にそうなのかということを最後に検証してみたいと思います。もう一度アウトライン4つのポイントを確認しましょう。1番信者への警告2番 活例があるか無活例か。3番奴隷か自由人か。4番まとめ。そして着地点。聖書は奴隷制を容認しているのか。このテーマで終わりたいと思っています。さあこれでイントロダクション終わりました。今日は結婚に関する基本原則について学ぼうとしています。準備いいですか ?Are you ready? ははいで、OK、ですね行きましょう1番目のポイント「信者への警告」17節17節ご一緒に読んでみましょうはい「ただそれぞれ主から頂いた文に応じてまたそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです」 私は全ての教会にそのように命じています。17節ですね。「ただ」という言葉これはギリシャ語ではエイメイって言います。エイメイ。これは警告を発する言葉なんです。今から警告を発する内容が出てきます。ちょっと前に戻って第一コリント7の15を見てみましょう。7の15でパウロはこういうふうに教えていました。 しかし、信者でない方の者のが離れていくなら、これは、信者と不信者とが結婚しているケースですね。そして、信者でない方の者のが離れていくなら、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は、縛られることはありません。神は平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。これが15節の内容でした。 つまり、コリント教会の中には、クリスチャンになったら、離婚した方がいいと考える者たちがいたわけですね。つまり、夫婦関係というもの、肉体関係というものを、汚れた者とみなして、信者になったら離婚した方がいいと考える者たちがいたんです。つまり、離婚した方が、霊的な生活ができると考える者たちがいたということです。つまり、 彼らは霊的であるという意味を誤解していたわけですね。だからパウロは、信者でない方のものが離れていくなら離れていかせなさい。つまり離婚する必要ないけれど、信者でない方が離れていくんだったら、それでいいんだというわけです。だけど、それを前提に今日の17節ですね。17節戻ってくれますか。ここでは、 でも基本的には離婚するんじゃなくて、それぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきですと言っています。これは何かというと、これは神の設理的導きを受けるべきであるという勧告ですね。神の設理的導きに従いなさい。つまり、信者になった時に置かれていた状態、それを無理に変えなくていい。 そのままでいいんだ。既婚の者も、独身の者も、そのまま生活を続ければよい。信者同士の結婚であれば、それを続ければいい。不信者の結婚であっても、それを続ければいい。もし不信者が離れていきたいというならば、そこにとらわれる必要はないということを言ってるわけで。基本は、そのままの状態で。 クリスチャンになった時信者になった時のままの状態で歩むべきであるということです。そしてパウロは「私は全ての教会にそのように命じています」と書いていますね。でこの表現この書簡で4回も出てきます。4のののの33何を意味しているか。 私はすべての教会にそのように命じていますというのはコリント教会だけに言っているんじゃなくてこの教えは普遍的な教えだからどこででも私はこの教えを教えているんですよということをパウロは言っているわけです。文脈は結婚か離婚かという文脈です。そして救われた時のままの状態にとどまっているべきだという教えなんですが。 現状維持ですね。現状維持の例が2つこれから出てくるんです。1つは、割例を受けてるか無割例か。割例か無割例か。もう1つは、奴隷か重人か。で、本来の文脈は結婚関係なんです。そのままの状態でいい。で、その具体例として、結婚とは関係のないテーマが2つ出てくるわけです。割例か無割例か。 奴隷か従人かこの二つの例がこれから展開されていきます。だから話が少し横道にそれていく現状維持を進めるための教えだということ。それを覚えておいてください。では二番目に行きましょう。活令があるか無活令か十八節から二十節です。十八節結婚と同じですね。召された時のままの状態でいていいんだということです。 召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また召された時、割礼を受けていなかったのなら割礼を受けてはいけません。18節ですね。ここは割礼がある。信者に対してパウロは語っています。割礼がある信者っていうのはユダヤ人ですね。ユダヤ人信者に語っています。信じた時。 滑稽をすでに受けていたならその後をなくそうとしてはいけないっていうことです。滑稽の後をなくすというのはどういうことかっていうと違法人のようになるということです。だからユダヤ人信者は信者になった時に違法人のようになろうとする必要はないんだ。ユダヤ人はユダヤ人として信仰生活を始めれば,始めればいいんだというのはここでの教えですね。 滑稽の後をなくすというのは可能なのかということですが、当時ね、このローマ時代、この時代ですね、実際に滑稽の痕跡を消すユダヤ人たちがいたんです。なぜかというと、ヘレニズム文化、ギリシャ文化の影響を受けているわけです。この時代、ユダヤ人はヘ,ロヘレニズム文化の影響を受けていました。どういう内容かというと、 ヘレニズム文化では肉体を非常に重視したわけです。裸体の美、裸になってどういう体つきをしているかっていう、その美が非常に重んじられた。これがヘレニズム文化の特徴ですね。特にその時代、まあ、ジムに行きますね。ジムナジウムって言いますけど、ジムナジウム、ジムネージアムですね。ジムナジウム、ジムに行って、 男性たちが運動をしたりあるいは手術の競技をしたりするわけですねその場合は裸体での参加が一般的なんです裸で競技を行ってたわけですねそういう文化圏の中つまりギリシャローマ文化の中ヘレニズム文化の中では裸体になった時に滑礼を受けているっていうこと滑礼を受けた体は 異質でであると見なされたわけですねつまり低く根付けがされたわけです。その結果ユダヤ人の中にはギリシャ文化にヘレニズム文化に同化するために割礼の跡を消す手術が広がりそれを受ける者がいたわけです。もっと悲惨なのは割礼の跡を消す手術を受けた跡つまり残っている表皮を 拡大してカバーするように事実を受けた後後で思い直してまた再滑稽を受けるような人も中にはいたんですこれ非常に危険なんですもう命の危険をもたらすようなものですねそういうことを前提に滑稽を受けていたならそのままでいいんだその後をなくそうとする必要はないんだとパウロは言っているわけですさらに 召された時、割礼を受けていなかったのなら、これは違法人信者に言ってるわけです。違法人として信じたのなら、違法人として信仰生活を始めればよい。つまり、違法人はユダヤ人のようになる必要はないということですね。これがパウロの教えです。まあ、私の知っているある違法人の信者の中に、ユダヤ人のことが大好きで、 またユダヤ人と交わりユダヤ人のように生きたいと考え滑稽を受けている人もおりますね。でもそれは異常ですね。それはパウロの教えからするとする必要のないことです。無滑稽なものは無滑稽で信仰生活を送ればいいんだというのはパウロの教えですね。つまり何かというと召された時のままの状態で結婚生活を続ければいいという 論理展開の中で、滑例に関しても同じなんだよ。無滑例に関しても同じなんだよ。とパウロは言いたいわけです。19、20節見てみましょう。滑例は取るに足りないこと。無滑例も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。それぞれ自分が召された時の状態に留まっていなさい。はい。何を教えているかというと、神は何をご覧になるの 神は外見ではない。内面をご覧になるんです。パウロによれば、活礼も、無活礼も、取るに足りないことだっていうんです。それよりもっと重要なことがある。それは、神の命令を守ること。つまり、心から神に信頼し、その命令に従っている人こそ、貴重なんだってわけです。つまり、信者は、 神から与えられた設立的状況の中で生きるように召されてるというんです。罪に関係した状況でない限り、急激な変化を求めるべきではない。まあ、罪に関係した状況というのは、例えば自分がついてる職業が詐欺まがいのことをやってるとか、あるいは人の犠牲の上に自分の生活が成り立ってるとか、そういう状況は 急激に変えるべきですけど、そうでない限りは急激な変化を求めなくてもいい。つまり信者は信じたときに状況を超越した状態に引き上げられてるんだ。結婚生活も同じ。活例化も活例化も同じ。それ以上のところに引き上げられたんだから、現状維持で生活しなさい。というわけですね。補足するとその状況が 罪に関係したものである場合は変化を求めるべきである。先ほど触れたように倫理的、道徳的に問題のある職業についているなら転職すべきであるということですね。これがパウロの教えです。さあ、信じた時のままの状態でよろしいと言いうんだけれど、私が新学校に行く前に通っていた教会で、ある 気になることがあったんです今も気になってます。でそれをどういう状況かということをちょっとお話しますと。まああの方は50代初めぐらいの方だったと思うんですね。40代後半かもしれません。まあちょっと婦人の年齢というのは若い頃は判定しにくいですわからないんです、まあ、40代後半から50代初めの婦人が教会に来て。 福音を信じて、イエス・キリストを信じて、クリスチャンになったんです。みんな喜んだんですが、その方は、噂によれば、自分で働いて生計を立ててるわけではなくて、いわゆる二号さんあるいは妾って言ってもいいですかね。あの、ある男性の経済的援助で生活しているっていうことが、 私の耳に入ってきたわけですで何か教会として対応するかなと思っていたんですが牧師は何も言わないその方をそのまま受け入れているわけです。これはパウロの教えによれば救われた時に妾であった人は妾のままで生活しなさいと教えているのかどうかという、まあ、具体的な問題ですね。私はその頃 20代の半ばぐらいでしたけど、非常に悩みました。これはこのままでいいんだろうかどうだろうか。で、結局、何の対応もないままで、現状維持のままで過ぎ去っていきました。それ以降も対応したというニュースは聞いておりません。で、今、振り返ってどうだろうか。皆さんどう思われます私は、やはり、 変化を求めるべきケースだと思います神様がお作りになった結婚という制度以外の男女関係がそこに成立しているわけですから見心でであるはずがないわけですねその場合大人の判断はでもそれを言ったらその方はもう生活できなくなるでしょう。 かなりの年になっているし今から仕事を見つけて働くというのも大変でしょう。という大人の見解によってそのままでいいよという話が出てくると思うんですね。こういう場合ね、私は教会を挙げて教会全体で彼女を助けてあげるべきだと思います。そして本当に神に喜ばれる道を選ぼうとするならば何らかの道が開かれるはずなんです。 収入は少ないかもしれない。時給程度の働きしかないかもしれない。でも、本当に生活を正そうとするならば、神の祝福が来る。経済的には貧しくなっても、霊的にはその何十倍、何百倍豊かな生活を送れるようになる。今でも私はそのように感じております。まあ、このメッセージを聞いておられる方の中にも、 これれは神様に喜ばれていないなんだけどでも現実的に考えるとやむを得ないよなと思ってらっしゃる方祈ってどういう選びをすべきか考えてみてください。あるいは状況を変えなきゃ変えなきゃと思っていてでも実際はそのままでいいんだよと神様がおっしゃってるケースもあると思うんですね。そのままでいいんだよ次に神様から明確な導きが来るまでは 今のの状状態を維持しててて主にに忠実に従っいいいいいんだよという状況という況は結構多いわけですねただパオロのそのままでいいという教えから学ぶべき適っというのはいろいろあるわけです。まあ、ここで適用のような話をちょっとしましたが今日のメッセージの最後奴隷制に時間を使いたいのでここでその話を少ししました。さあ3番目に行きましょう。 3番目「奴隷か自由人か」節節から23節話の流れは結婚ですよ結婚生活。召された時のままでいいって言うんだけどそれをより深く理解してもらうためにパウロは「滑礼か無滑礼か」って話を取り上げ次に「奴隷か自由人か」って話を取り上げてるんです21節 あなた方が奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたら良いでしょう。21節です。奴隷が救われた場合どうすべきか。別の言い方をすると、救われた時に奴隷の人はどうしたらいいのかということです。パウロは現状維持でいいんだという教えを展開するんですが あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。そのままでいいんだよ。奴隷であることを気にする必要はないんだよ。つまり、主人に反抗し、自由を要求すべきではないということです。奴隷であっても、奴隷のままの生活を続けても、祝された信仰生活を送ることができるからね、とパウロは言うわけです。 ただパウロはこうも言います。しかしもし自由の身になれるならその機会を用いたらよいでしょう。これ新海約2017ですね。ちょっと見てみましょう。新海約2017の解釈ですね。これは自由になる機会があるなら、ね、もし自由になれるならその機会を用いる自由になる機会があるなら 自由の身になればよいとパウロは教えています。自由人の方がよりよく神に仕えることができると彼は言うわけです。これが進化薬2017の解釈です。それに対して、共同薬の解釈を見てみましょう。共同薬の解釈。共同薬はこう言ってるんです。自由の身になれるとしてもそのままでいなさい。つまり、奴隷状態のままでもキリストを証しすることは可能である。 もっと言うと、奴隷状態にいた方が、キリストを明かしするチャンスがたくさんあるから、そのままでいいんだと言ってるわけです。同じギリシャ語なのに、解釈は正反対です。新解約は、自由になれるなら、その機会を生かして自由になればいい。新郷土約は、自由になれたとしても、奴隷の状態の、奴隷状態を、 ののの機械と生かしててそのままの状態でで神に使えればいいって言うんですもう一度整理すると「新海薬は機械があれば自由になった方がいい」神教導薬「新共同薬は自由になれるとしても奴隷のままでいい」これ同じ文章なんだけど二つの訳が可能なんですどうしてかっていうと「それを利用しなさい」の「それ」っていう言葉が出てこないんです利用しなさい。 自由の身になることなのか、奴隷状態であることなのか、両方の解釈が可能なんです。で、私たちが好むのは、そしてこれは多数派の意見ですけど、あの、自由になれるならば、その機会を生かした方がいいと思いたいし、また実際に自由になった方が自由に使えられるというふうに思えてきますよね。だからこれが多数派の意見なんです。ただ、 自由になれたとしても選んで奴隷状態にとどまってそれを通してキリストを明かししなさいということも十分可能なんですいずれにしてもどちらの解釈も可能で文脈としては召された時の状態を無理に変えようとする必要はないということですそして22節でパウロはこう付け加えます主にあって召された奴隷はつまり クリスチャンになった時に奴隷だった人は、主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。はい。信者になった時に、現状変更を求める必要はないという理由を書いているわけです。奴隷で救われたあなたとパウロは言うわけです。あなたはキリストに属する自由人となったんだ。地上関係においては、 主人に仕える奴隷であるかもしれないけれどでも霊的にはキリストに属する自由人となったその人は罪と悪魔の束縛から解放され自由になったんだ信じた時に自由人であった人はキリストに属する奴隷となったんだ地上においては自由人であっても霊的にはキリストの奴隷になっているつまり彼はその人は自由意志で キリストににえる下辺になったわけですねここでの教訓は優先順位です。優先順位を確立すること。私たちは不満の方に目が行き,行きがちですが、与えられている祝福に目を注ぐべきです。奴隷は自分が奴隷であることに目を注ぐんじゃないんです。自由人となったことに目を留めるべきである。自由人は自由人であることではなくて、 キリストの奴隷とされたことに目を留めるべきであるここからの教訓は私たちは限界に目を留める傾向があるでしょう何々できないということに目を留める傾向がありますけどしかしそれよりは可能性に祝福に積極的な面に目を留めるべきでありますそして23節 あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。これが23節信者は代価を払って買い取られた。代価っていうのはキリストの命、キリストの血性です。ローマ世界では奴隷っていうのは高価です。いろんなクラスの奴隷がありました。まあ、知的な奴隷、家庭教師になるような奴隷、ギリシャ哲学を教えてくれるような奴隷、 あるいは、兵士となって主人を守るような奴隷、あるいは、家事労働に従事する奴隷、値段が上からずっとこう下がってくるわけです。奴隷というのは高価なんです。そのように、私たち信者は、とてつもない高価な代価を払って買い取られたんです。だから、人間の奴隷となってはいけない。もう奴隷状態から解放されてるんです。代価を払って買い取られたという政府が、 一度出てきました「第一コリント6の2十。あなた方は代価を払って買い取られたのです」「ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい」「これは信者が遊女と交わるきにそれはとんでもない罪を犯してるんだ」という文脈の中で出てきましたね「代価を払って買い取られた」つまり信者は神の所有物となったんですだから霊的な意味で「 人間の奴隷となってはいけない信者はキリストの導きと教えに従うべきであるパウロはここで語っているわけですねさあでは最後まとめに行きましょう24節これが今日のまとめです兄弟たちそれぞれ召された時のままの状態で神の御前になさいこれが23節まとめですね 繰りり返しになりますけど今日は「渇礼」か「無渇礼」かあるいは「奴隷」か「重人かって話が出てきましたけど文脈上は結婚と「独身」がテーマなんだからクリスチャンになった時に結婚していればそれでいい独身の人もそれでいい変える必要はないんだ既婚者であっても独身者であってもそのままの状態で神に仕えることができる。ただより効果的に 神に仕える道が開かれるならその機会を利用すればいい例えば奴隷が自由人になることができるならばその機会を利用すればいいということですねこれが今日のまとめとしての聖句24節ですさあ本論はここで終わりですじゃあ大きなテーマに今から取り組みましょう結論のところ聖書は奴隷制を 容認しているのかというテーマですまあ、今日の話の流れから言うとパウロはそのままでいなさいと言ってます奴隷状態の人に奴隷のままでいいんだよというのは酷ではないかと私たちは考える場合があるわけですそれがどうなのかということですはいじゃあいくつかお話をしますまず一番目この認識はとても大事です当時の奴隷は アメリカ市における奴隷とは異なる南部の綿畑で強制労働に従事していたアフリカ系の方々ですねその奴隷とは異なるんだということです例えばこのデータを見てください当時ですねコリントの人口の約3分の1は奴隷であったというんですねつまりローマ社会を見ると 奴隷階級という人口の3分の1ぐらいの人がいて、彼らの労働によって安定した社会が維持されていた。奴隷階級は社会の安定的維持に大いに貢献していたわけです。でも、アメリカ南部の奴隷のように悲惨な生活を強いられていたわけではないんです。この時代の奴隷たちは主人から 生活を保障されていたんです中には主人と商売をして利益を分け合う奴隷もいたんですね。まあ哲学を教えるあるいはギリシャ文学を教えるような奴隷になると主人から尊敬を受けるような奴隷もいたわけですね。主人と利益を分け合う。経済的な 星を与えられているだから随分奴隷という言葉から出てくるイメージとは違うんですがただ言っておかなきゃいけないのは自分の命の所有者は自分ではなくて主人であるという意味で奴隷は奴隷なんです。いいですか奴隷の状態をバラ色に描く必要はないけれど悲惨なものとして描きする必要もないんです。これが コリントでの状態カッコにギリシャ哲学の中のストア学派というのがあったわけですストア学派,は学派は主人と奴隷は倫理的道徳的に対等になると教えたこういうね哲学もあったわけですね主人と奴隷は倫理的道徳的に対等になれるんだってまあすらしい考えを 広げていたわけですスト,ストア派の皇帝として有名なのがマーカス・アウレリウスという人紀元2世紀の賢人ですね大変知恵のある皇帝として評価されている人ですがストア派ですです。ですから彼は哲学的施策においては主人と奴隷は対等になれると考えていた人なんです。ところが その彼でさえも、これ強調したいんです。その彼でさえも、自らの哲学的革新を現実社会に適用しようとはしなかった。つまり、その彼でさえも、奴隷を対等に扱ったり、奴隷解放を唱えたりするようなことはなかったということ。理屈においては、主人と奴隷は対等になれると教え考えていたとしても、実際の 政治的運用においてはそんなことは全くなかったということです。その証拠に3番目、奴隷による反乱は徹底的に鎮圧された。これは今のマルクスアウレ・マーカス・アウレリウスの時代も含めてです。奴隷による反乱は徹底的に鎮圧された。スパルタクスによる反乱、紀元前73年から71年。 これれは鎮圧されました、まあ、中,学中学時代にスパルタクスという映画を見ましたハリウッド映画を見てですね奴隷の反乱の映像が今もどことなく記憶に残ってるんですが完全に鎮圧されたローマ時代奴隷による反乱は全て鎮圧されただから奴隷は奴隷なんですただバランスをとってアメリカ史における奴隷とは地位が違うんだということ 社会的に必要とされた階層なんだ。彼らによって社会が維持されていたんだと。これがここでまず押さえておくべきポイントです。2番目。パウロは現実的な対応策を採用した。パウロの教えは現実的なんです。どういう意味かというと、それ以外の方法では、つまりパウロが教えている 方法以外では、キリスト教は初期段階で消滅していたであろう。そうなんです。だから、奴隷の反乱が、抵抗が徹底的に弾圧されるわけですから。だから、そういうことを教えたら、キリスト教は広がることなく消滅していた。握りつぶされていた。どういうシナリオが考えられるのか。キリスト教が初期段階で消滅,消滅するシナリオとして考える例えば、 パウロが書簡の中で、キリストにあって自由になったんだから、奴隷の人たち、自由を求めて戦おうではないか。自由人の信者たちを、奴隷が自由になれるように、あなたたちも戦いなさいと言って、自由を求めて戦うように進めた。これ、過程ですよ。すると、その進めに応答して、信者の奴隷たちが反乱を起こす。 その流れに他の奴隷も参加してくる大混乱になるローマ軍がその反乱を鎮圧する圧倒的な力で鎮圧を始めますそしてその過程でパウロをはじめとする教会の指導者たちが逮捕され教会が消滅する奴隷を先動しているのは誰だパウロだ教会の指導者,指導者たちだなれば教会は消滅します そしてキリスト教の広がりはそこで終わりです。だからパウロが教えている以外の方法で信者になった奴隷を導く方法はなかったということです。3番目のポイントに行きましょう。そこで考えなきゃいけないのはキリスト教の本質ですね。これについて考えてみたいと思います。 一番目。キリスト教は政治運動ではないということ。これをまず押さえておきたいと思います。シュイエースもパウロも同じです。急激な社会変革を教えなかった。あるいは政治的革命によって新しい社会を来たらせようとはしなかった。キリスト教は政治運動ではないということ。 しかし、二番目、キリスト教には社会を変革する力があるんだ。政治運動ではないけれど、時間をかけて対応していけば社会を変革する力があるんだということ。どういうふうに社会が変革されていくのか。まず、福音を信じた人は心が変わります。福音は信じた人の心を変えます。 そして福音の中には福音のメッセージの中には社会を変革するための原則が含まれています。福音を信じた時にはその社会変革の原則を受け入れているわけです。例えば創世紀1章の27節神は人をご自身の形として創造された」「神の形として人を創造し男と女に」 彼らを創造された。これが聖書が教える人間観なんです。だから人は奴隷であっても自由人であっても神の形に創造されてるんだ。人は男と女に創造されてるんだ。このことを受け入れたならば、それは社会変革をもたらす力を受け取ったということです。カッコさパウロの現実的な教えを見てみましょう。パウロは 現実的な教ええを与えています例えばエペソー6の5から7奴隷に向かって言ってます奴隷たちをキリストに従うように恐れをののいて真心から地上の主人に従いなさいご機嫌取りのような上辺だけの使い,使い方ではなくキリストのしもべとして心から神の御心を行い人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい、はい に奴隷たちをってるんです。地上の主人に使えるのはキリストのに使えるように使えるんだよ。奴隷に現実的教えをパウロは与えてるわけです。そこで終わらないエペソード6の9見てください。今度は主人たちを主人に言ってる。あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。 あなた方は彼らの主またあなた方の主が天におられ主は人を差別なさらないことを知っているのです。はい。人は全ての人が神の形に似せて作られている。だから奴隷を所有している主人よ。あなたの奴隷もまた神の作品であって天におられる神は人を差別なさらないんだからあなた方も しもべ奴隷を大切に扱いいなさいと極めて現実的です奴隷たちにはキリストに仕えるように主人にえよう主人には天の父」が「奴隷」を愛しておられるように愛に基づいて奴隷を扱いなさいという2つのバランスのある現実的教えを与えたわけですね。4番目キリスト教が広がった国では福音的なリーダーによって 奴隷制は廃止されたはい。ちょっと先ほどから言っていることを復習したいと思うんですが急激な革命を求めたならばキリスト教はそこで消滅していました福音のメッセージの中には社会変革をもたらすエネルギーが含まれています時とともに福音を信じる人が広がり聖書的人間観が広がっていくとその国では 福音的なリーダーダによってて奴隷制が廃止されていくわけですつまり時間とともに奴隷制というのは歴史上姿を消していくということですね。例えばイギリスでは1833年の奴隷制度廃止法ができました。これはクリスチャンのリーダーが随分活躍した。アメリカでは南北戦争後の1865年に奴隷制が制度としては廃止されました。このように 時間とともに奴隷制が廃止されていったわけです。これが歴史なんです。だけど、ここで私たちは安心してはいけないんです。気づかなきゃいけないことがあるんです。それが最後です。5番目。奴隷の問題は、これはなくなってないんです。現代的課題でもあるんです。今、世界に2700万人以上の奴隷がいると言われています。 あるいは奴隷状態に置かれている人がいると言われています。彼らは強制労働に従事しています。彼らは生産業に無理やり従事させられています。彼らは人身売買の対象になっています。大量の子供も,も含めて、なんと2700万人以上の奴隷状態に置かれている人がいるという。このことに目をつぶってはなりません。福音を信じて、 人間の価値を理解した私たちクリスチャンは祈りを通して具体的な行動を通して世界が抱えている奴隷の存在という現代的課題に取り組む必要がありますね。さあ今日は結婚している人はそのままでいい独身の人もそのままでいいという話から救われた時のままの状態でとどまっていいんだ。 奴隷と従人の関係にもパウロは言及しましまたその結果として聖書的に奴隷制の意味を共に考えてきましたが本筋は救われた時のままででいいいんだととうことです信者になった時に道徳的倫理的に問題のある職業や関わりがあった人は直ちに悔い改める必要があるそうでなければ急激な変化を求める必要はありませんよ 安心してて神に従っていこうではありませんそれは同時に設理的な神の導きを受け入れるということです。設理的導きと急激に激しく戦おうとする必要はありません。神の御心ならば徐々に道が示され時が来たならば道が開かれますから安心して神に従っていこうではありませんから。お祈りしましょう。 天の父なる神様、今日はあなたの節理的導きがいかに素晴らしいものであるかを覚えることができ、心から感謝をいたします。このメッセージを聞いた一人一人が具体的に自分の人生に適応し、変化を求め,求めるべきか、あるいはこのままで主に従うべきか、しっかりと判断し選び取ることができますように。 助けてください。どの道を選ぶにしても心に平安を与えてください。主イエスキリストの皆によって心からお願いいたします。アメン。はい、ありがとうございました。